巨人の8連覇か、阪急が5度目の意地を見せるか、プロ野球日本一を決める1972年度日本シリーズ第1戦は10月21日後楽園球場で行われました。見延東京都知事の始球式でプレーボール。巨人の先発はエース堀内、バッター住友。1回の表、阪急は住友のホームランで早くもリードを奪います。その裏、巨人の攻撃、バッター王、ピッチャー山田。王が右中間を抜く二塁打。セカンドから高田が帰って同点。バッターは5番末次。末次は山田のシュートをレフトスタンドギリギリに打ち込み逆転。3対1と巨人が試合の主導権を握りました。4回の表、バッター長池。長池は堀内の肩口から入るカーブをうまく捉えて同点のツーランホームラン。試合を振り出しに戻しました。4回の裏、巨人は末次から。阪急の同点もつかの間、巨人はこの日の当たりや末次が2打席連続のホームランを放ち、さらに6回にも1点を追加。食い下がる阪急を引き離します。結局巨人は堀内の好投でそのまま逃げ切り、5対3で第1戦を飾りました。阪急は昨年以来シリーズ4連敗、巨人は8連覇に大きく近づきました。